まずは王立エルアサ高校から行きましょう。はい、行くぞ。総合戦力いい、変わらず前評判となんでね、はい、おちょっとでもいろいろナイスナイスいいぞいいぞ、えらいマジで冷え見たってあげる。ああ。この俺はもしかしたらそのやっぱ鬼監督に続いて好きかもしれないですね。そのリザイルさ、常時、うん、あの不安定なあれ、はい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 、ヘルエスタ監督みたいな、うん、まあ豪の関西、銃のヘルエスタですかね。柔らかすぎるんです、うん、はい。ナイスもう一球。よっしゃ。今のは偉い、今の偉い、頑張った。ゆっくり回れればええ、足遅くても。ナイス。いいね。ねえ。うまき。賢しい。落ち着いていけ。惜しい。惜しい。あと何センチ。いや。えらいえらいえらい。フレン。第三球を投げた。打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう。うま。とんでもない叫び声。うん。なんとキレキレの守備。どっちにしろ大事だしね、許して。フレン、ナイスゲッツ。許すゲッツを。あのゲッツなかったことにしてよし。あ、ナイスナイス、そこそこね。ね、そこそこ。うん。ここに乗ってよみんな。マジでずっと雨降ってる、まあ、夏のノルマというか、まあやっぱそこそこだね。守備が非常になんて、うん、再生そこそこになる。ちょ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 、うん、ああ、あ、ヌードバツだ、ヌードバツだぞみんな。ウレッソヌードバツ、ウレッソヌードバツ。ピッチャーだけなぜかすごいピーキーだけど、すごいな。ちょっと待って、私を試合に入れて。ナイスいいぞ。やったれ。ナイス、よし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 、ね、よくやった。このエラーが一番どてどて偉い。5回表一番遠くに行くからね。99投げさせられてる。ちょっとあとワンアウトだから、5回表で99球。いやー、よく2点の抑えてる。雰囲気悪い。相手の野手能力高い。雰囲気悪い。さんはギャーギャー。なんとか止めて攻撃回でやり直そう。低めね、祈ろ祈ろ。第3球を投げました。いやー止まんない。助けてくれ、キチー助けてくれ。代打します。切り替えよう。いやあ。阿部ひね。これだったよね、確か相手の内野がエラーしまくるって噂の。あ、幻想が。何がラッキーなんじゃ。粘っている。アンジュそのために走る。追い倒し。辛いな。いやあ、これ赤徳だな。まあね、格上だからね。何だったっけ。ね、赤徳は大丈夫から。そう、しゃあない、しゃあない。あったな。つれー。行くぞ合宿。ね、え、ちょっと待って、メントレ以外ね、頼めて。あ、調子安定。いや、いいよ、調子が安定してることは。ポーカーじゃないよ。マチュー頼む、マジで。お、いいね。君が柱になってくれ。いい、ね、チャンス、うん、頼む。投げ込みね。はいはいはい、肩が上がる、疲れがたま。マチュー、あ、あ、うお、船木。わあ、あ、大強出しちゃった。大強出しちゃった。はいはいはい、大会が始まるそう。誰も選ばれませんでしたけど。で、この後に総合5だもんね。うん。オッケー、練習効率が上がる。良かったですよね。あ、待って、5ででもキーが踏めたら良かったんじゃなかったっけ。これで5行くよ。いいね。めっちゃ上がれ、めっちゃ上がれ。やっぱ練習効率大事ですから。肩上がった。今のね、やっぱ、ゆっくりすぎ、ゆっくりすぎ。やっぱ、経験監督のだけあって、ちゃんと、各種経験値が偉い。いいカードでいけるっていうのは強い。爆上がりして。爆上がりですよ。すごい。マジで強い。マジ。練習効率上がった総合は強いんだから。してうん、すごい。マナ君が、マナ君の成長がすごろくで勝とう。それが大事かもしれない。
ああ投手か、そっかそっか。アンジュよな、フレン悪くない能力してる。立ち上がり丸強かったような、なかなかいいセンスをしてるようだ、うんうん、まあ、先発にね回すのであればまだ間違いなく立ち上がりはものにできる100で。おー、ナイスナイスナイス、えらいえらい、いいよいいよ、うん、よろしくお願いします。練習試合お願いします。秋の県大会ですね、敦賀とは。はい、勝ちたい能力ですね。敵そうですね、こうが嬉しいですね。よくやってよかった、いいねフレン。まあ、やっぱ秋大会にもなるとね、やっぱレギュラーでライバーがたくさん出てくるでしょ。いいですね。喉入れ替わってきた。最初の2球絶対振っちゃうの、フレン打率3割頑張ってます、うん、お、いい当たり、いいんじゃない。落ち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 、打つね、いいじゃんフレン。走れバカと言われてたのが、うん、昔のよ。本当ひどい。似てるな。走れバカ。本当にただの罵倒だもんね。あんちゃんも頑張っております。あんちゃんも頑張ってます。あー、ひどい。おーっと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 。今年エラー多いですね。なんなんでしょうね。いやいや。5回という数字。おおおお、ナイスプレー。いやナイスナイス。いやこれよく惜しかったな今の、うん、よく止めたよく止めた。信用するか、月一番やだしな。サード来るか。おおおで、このこぼれで帰ってこれるんだ。これかなりでかい追加でノーアウトだし。いいナイスナイス。いやでもいいバントよ。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。オッケーオッケー、よし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 。いいでかいね。あ、いいじゃないですか。7回でこの追加点でかいよ、うん、でかいね。抜けてほしい。あ、でも、うん、まあ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 、いろいろ揺さぶられてるぞ。ナイス、うまっ、うまっ、うまっ。本当にいいか。いいぞいいぞ。まだまだまだわかんない、まだわかんない。あと一人あと一人頼む。ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー。サービスすんな観客に。オッケーオッケー、よしナイス、ね、投球ミス、オッケー、いいじゃん。松川キャッチャー似合いますね。いいっすね。うん、思いのほか今まで外野のイメージが強いけど似合いますね。勝つぞ。うわ、向こうまだ全然よっ。お、どうだ、いよ。ああ、船木がね、やっぱ結構ね屋台骨というかね、ヘルスタの今は船木さんで、船木さん中心選手ですよね。船木さん、いやいいね、二点先制はでかいですよ。あ、入って入っちゃった、出しゃない。おう、あーちゃん頑張って。めっちゃいい転がせだ。オッケー、ナイスナイスナイス。第3球を投げました。船木、船木、いやー。何が起きる。何が起きる。使ってないよね。使ってないんじゃない。使ってないと思いますけどね。毎年王立ヘレストの監督が打ち気なんだよ。監督が打ち気だったらやっぱ違うんですかね。やっぱ名物ですね。魔物持ちっていう。めちゃめちゃバフですけどね。ええ。アンジュ。アンちゃん、ジエンゴ、ジエンゴ素晴らしい。今年ジエンゴも多いですからね。よく転がした。オッケー、ちょっと打つピッチャーが多いですからね。多いですから。はい、なりといいなんといい、ね、もう。だなやっぱ。そう、スローボール捉えたか、捉えたな。オッケーオッケー、よかったよかった。空ボールはね、やっぱ二時三時に投げちゃダメですよ。ダメです。ダメです。打ちますか。上等。打ちますから。慣れてますから。はい。空なんて。VTuber 甲子園の時から打たれてんだから。打たれてるから。抑えたことないんだから。抑えたことないんだから。一本は打たれるんだから、ホームランを。本当に、航空ボールは。よし、臭いところだ。そんなに弱いボールでもないと思ってたんですけどね。強いかって言われるとちょっと疑問ですよ。あの、他のね、ストレートたちがバカ強いんでね。いや、いいじゃない、王立ヘレスター。ちょっと順調ですね。うん、あ、さあ秋の地区大会、え、ここの1勝が
いや本当にね、ここなんすよ。あでも最低限いいね。二塁三塁からのポン。頼むね。やるじゃん。ナイス。フレンに厳しいですね。フレンに厳しいです。フレンにのみ厳しいですね。あんちゃん。あんちゃん。あんちゃん。勝ってブラウンは辛い。辛い。しゃない。しゃない。そうしゃない。うん。誰だっけ誰。最良の投球だった。はいはいはい。満塁やってんだけど。ああ。やめてくれ。あーでこれ走ってくるって今杖は。いや足早いね。強いな。頼みます。延長なんて知るから。もう外野いないからね。外野いないのも。頼む。監督の打ち切り発動ならです。20%。あ、てか。中谷そのままベースを踏んで2アウト。第3球を。もう少しだな。ここがね。よく。大会やっぱ強い。うん。調子良さげ打線の。明確にね1段階強さ上がるんで、ね、しゃあないと思います。そうですね。天気悪い。相変わらず天気これ。あ、ナイスホームラン。今村さん。いいね、いいね。ゴーゴー。結構打ててるけどね。ね。お。お。おい。いや、船木といえばあっちの方向のホームラン。流し込むですね。流し込む。広角に打ち分ける。うん、船木。あうおーい、カバー変な洗い場みたいな変な洗い場変な洗い場よし、取れるナイスゴー。あー学校はね狭いから狭いんだよねおあオッケー、いい延長ないか。オッケーオッケー、いい最悪お前が通してやれ。今だよ。ほな。延長ないですか。魔物はいつ出るんですか。ほな。ホームランでもええ、ツーランホームランでもええ。ホームランでもええじゃねえだろ。最高だよ。まあしゃあないですね。まあ練習じゃん。うん。おフレン。パワーヒッターになれるか お前。もうね、やっぱ4番打ってほしいからね。どう？パワータイプなのかフレン。頑張ってるけど。ムキムキになる？うそー！これはでかい。いいね。張り切ってる。あんちゃん頼む。あんちゃん頼む。フレンの方は見向きもなかった。三振取れる。ピッチャーさん。さんいい投球してるから。ピッチャーですからね。頼む頑張れ。厳しいか。惜しい。まあ一回休みを切って様子を見る。ちょっと効率アップがあれですけど、ちょっと合宿のカードの、あこれアウトイベントじゃない。うん、だから粘り打ちがいいな、キャラ的に。頼む。どうだ。お粘り打ちついた。おお制限通り。合宿の時間だ。すごい。こっちで行くわ。さあお泊まり会やるか。お前が盗塁 E になるのか。あの志賀さん、志賀の盗塁がすごい上がった。盗塁上がりいくわ。ポンちゃん頼む。内山。あポン、おおいいじゃん。内野安打強いですからね。私赤を踏みます。はあこれ連射コースだったらここで爆上げにもなる。赤でもしゃあない。赤クリスマスイブ安い。毎年決まりここリゼはコン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 。励ましいっすか。まあジャブだし成田くん。あー強い成田。あー強いね成田。いいね全国支部とかが強いよ。コンバートが最悪あるし強いね。大事なのは能力が高いこと。いくで。うちで野球しない。お
いいアピール、わー、こわー、あんまやらんことやってる。ウィンクに慣れてない。あんまやらんことやっとる。お前笑いすぎた。こんなもんやったっけと思って。じゃあちょっと他にもツバつけとくか。ここで一発で、ああもろ、それでもう成田くん一直線。まあまあなんだよな。頑張ってらっしゃる。まあまあ、うん、私たちと一緒に野球しない。頑張ってる頑張ってる。まあ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 。もういいよね。あ、守備だったんだね。でも、そうか。うちの高校、助けてもらえないかな。まあ、守備いい。マジ守備が一番いいよ。成田くんだけが頼りなの。まあまあ。まあまあ。やっぱ慣れてないから。慣れてないからね。慣れてないから。というわけで、オリゼルエサ高校の育成でございました。うん、ちなみにね、あの8月21日のイベントは体力回復でしたね。はい。はい、気もしませんでした。さらっと流されましたけど、ね、絶妙に、引きが強いのか弱いのか分かんないですけども、はい、まあ、ね、うん、秋2回勝てて、うん、ね、まあ、よさげな、まあ、ちょっとまあまあでしたけども、うん、また青徳ね、順調と、うん、青徳の気もそんな悪くなかったので、はいはいはい、順調とはいかないまでも、まあ、立ち上がりとしてはぼちぼちな感じで来てるんじゃないかなと思ってる。こっからですよね。うん、うん、頑張ってほしいところです。まあ、しっかりライバーも育成し始めているので、うん、能力の伸びもいいのかなと思ってますので、来年ですね、はい、来年の夏どうなるか、はい、というところですが、じゃあちょっと、うん、レースさんの選手を見ていきたいと思います。はい、まずは、はい、パワーヒッターを取得しましたフレイル・ストリオ。監督からはね、厳しい叱咤を受けてますけど、そんなに悪い選手でもないし、打ってるからいいんじゃないですか。期待の選手ですから、うん、ええ、まあ、パワーヒ強いですからねえ、うん、こっからはこうなるとちょっとパワー上げていきたいですね、正直ね。レフトとかも見てね、うん、だね、足ももう D まで伸びたので、うん、うん、まあどういう育成するかな。だから D で止めて、まあ、そこからもう打に振っていくのかとか、あと、まあ、まあちょっとさすがに守備し F は嫌だなとか、あるのかなとか、まあ一応守備職人は持ってはいるんだけどね、ごまかせはするからね。ああ、うん、そうなので、ここはちょっと難しいですね。難しいです。からどうするかは、まあ、この辺は采配、まあ、いやディフェンディングチャンピオンなんでね、去年の優勝校ですから手腕の見せ所ですから、育てるでしょう。うん、そしてはい、総参考まあなんか去年と同じ感じに育ってた、ね、そうですね。なんかキャラ的に粘り打ちがいいって言ってたんですけど、うん、なんでですか。あのネタを割と粘るからね。割と粘るんで、そういうところじゃないですかね。日暮らしの配信結構やってますもんね。ええ、うん、粘るところがやっぱ。かくらはね、もうみんなご存知ですけど。まあかくらはみんなご存知だと思うんですけども、ええ、そういうところなんですね。こするところが強いんでね、ネタをこするところが粘り打ちという。粘り打ちですね。で、うん、足も C まで行ったんですね。早いですね。うん、これはもうセンター任せれるぐらいかなって感じなので、ね、うん、ここからミートとかかな、うん、うん、目指せリードオフマンで行くのとかね、うん、ちょっと見たいですよね。やっぱ格乱持ってるからね、うん、ルイに出たいですから、ね、うん、はい、一番いいんじゃないでしょうかね、うん、はい、続きまして、はい、ポートネイ、うん、うん、悩んだね。好守備も見せてて、うん、得しまして悩んだ取れていいですね。バランスよく育ててますね。うん、守備力もね、結構 D に近い形にもしておりますし、うん、まあサードはね、割とバランスよく育てないと、なんか割と守備でやらかすイメージあって、そうね、意外とね、ファーストから遠いというのもね、あったりとかするので、うん、まあでも内野安打やっぱり取れたんで、これで、うん、転がせの数字が良くなるんですよね。うん、そうで、走力上げもまあちょっと生きてくるし、うん、うん、まあ腐らない能力なんで、うん、ですね。これはバッティング、これから期待できるんでしょうか。はい、はい、というわけで、この3人がね、とりあえず青徳を取ってきたということで、はい、まあ、他の選手もねちょっと成長しているんですが、まだまだ今日盛りだくさんなので、はい、行きたいと思います。行きましょう。はい。